ございます。さあ、好評のあんたのカセットテープ聞かせてくださいなんですけども、今回はちょっと特別編としまして、僕自身がね、さくらちゃんに聞かせたい、そして見せたいというテープをご紹介したいと。もうこれカセットテープにこだわらず、ビデオテープも含めて見せたいんです。もうゴリ押しです。ゴリ押しむちゃくちゃやってる。これはもう本当にもはや昭和とかも超えていきます。やばい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 、かなり超えていきます。やばいやばい。今回はゴリさんが聞かせたい見せたいテープを再生する特別編。かつて福岡市内を走った路面電車の最終日アナウンスを再生。さらに超有名な幕末の志士の私生活に迫るテープが登場。最後とかも出た。これです。だから西郷隆盛の義理の妹の音声が入ってるってことです。昭和も飛び越えちゃう Z ちゃんと翔平さん。まず訪れたのは北九州市だよ。いらっしゃった。一緒、あ、こんにちは。一緒にちょっと、先にちょっと入っちゃうといろいろ溢れちゃうんで。この家の中入っちゃうと溢れちゃうんで。梶さんですね。こんにちは。こんにちは、久しぶりです。列車が大好きですよね。列車の鉄道ですね。鉄道が。どれぐらい。もう50年超えましたね。鉄道ファン歴50年以上という梶さん。写真を撮影するいわゆる撮り鉄さんなんだ。家には鉄道グッズがいっぱい。そんな梶さん、福岡市や北九州市を走っていた路面電車についての資料もいっぱい持ってるんだ。大事ですね。じゃあ早速貴重なやつ。はい。二節路面電車ちょっとだからね。あ、ほうほうほう。チンチン電車がしてたんですよ。へえ。ね、福岡。はい。いつ頃ですかね。亡くなったのが昭和50年だったかな。いやでもすごい貴重ですよ。これチンチン電車だ。これ？これどこですかね、ここ。博多駅の上から。祇園町って書いて。祇園町に向かってます。え？50年前。ここって電車走りよったんや。こっちキャナルですよね。うん、そうですね。突き当たりがね。これ昭和ですよ。だから昭和50年、49年。西鉄福岡市内線は1910年から70年近く走っていたんだよ。貝塚から千鳥橋通ってね、で天神行って、最終的には名の前に行って、名の前も早かったんですかね。なるほど、今の地下鉄とそうですね。地下鉄がやるので線路邪魔になるんで。じゃあ今は地下鉄がこの下走ってるってこと。そうですね。はい。へえ、初めて知った。福岡市民の足として市内各所を走っていた路面電車だったけど、近代化に伴い交通事情も変化。1979年までに廃止されていったんだ。今回そのテープを聞かせてもらうってことなんですけど、いつのテープでしたっけ？これが、これですね。テープに落とし替えたのが50年ですか。亡くなる時ですね。このチンチン電車が。チンチン電車が。亡くなりますという日に梶さんはそのチンチン電車に乗られて、オープンデッキ電車担いでね、テープマイクロを運転席の横にこうやって。梶さんは路面電車の最終日にこの録音デッキで運転手さんのアナウンスを録音したんだって。だけど記者とかもこうやって全部これのでっかいテープやったんや。これでだから撮ったんですよ、録音して。その古いテープを CD にダビングし直し、今も保存してるんだ。それではその音声を聞いてみよう。おやばい、もうこれ聞こえてくるんや、電車乗っとって。横断歩道の曲聞こえることないものをとって。はい、どうも。最終日には名残を惜しむ多くのお客さんが詰めかけ、大盛況の中、歴史に幕を閉じたんだって。1日無料で、だからいつ乗ってもいいわけですね。電車に乗ってて、はい、やっぱり横断歩道の音聞くこととかないし。どうですか、聞かれてやっぱ懐かしいですか。懐かしいっていうか、まあ、予想とったなっていうぐらいですね。そんな梶さん、音声だけじゃなく動画もしっかり撮ってるよ。もちろん鉄道がメイン。中でも古いのがおよそ60年前に撮影したというこのフィルムで、この機は何ですか。これは編集機です。編集機、ここでかけて、ここで撮った時をシナリオに合わせて張り替えるんですよ。撮影したフィルムをセットし、切り張りして編集するというこの機械。ハンドルをくるくる回すとフィルムに光が当たり、映像が投影される仕組みなんだ。あ、見えた。お、なんだここ。山？動いてる。あ、街中だ。車だ。どうやら鉄道の車窓から映した映像みたいだね。近くを走る車や街並みなど、これも貴重なものだよね。いやー、貴重なもの。はい。音と。ありがとうございます。ね、ちょっとこういう。しかもまだ使えるっていう。ねえ。梶さん、歴史的な資料を見せていただき、ありがとうございました。はい、糸島市にやってきました。はい。先ほど私、昭和を超えるっていう話もしましたけど。はい。もう超えていきますね。日本の女性で録音された一番古いテープです。はい。今日本に残ってる、そう一番古い女性の声が聞こえますから。すごい。あるんですよ、福岡に。福岡に？というわけで、そのテープを持つ男性のもとへ。先生でございます。こんにちは。こんにちは。どうも中村と言います。中村先生。先生普段は何をされてる方ですか？普段はですね。ぼーっとしてます。まあ一応私、方言を研究してます。方言。こちら筑紫女学園大学の名誉教授中村先生、方言を研究してるんだって。で、今回ちょっと聞かせていただくのが、まあ残ってるテープで、まあ多分日本録音の女性の録音では一番最古だと思います。日本最古の女性の声の録音テープ、一体どんなものなんだろう。テープというのはこれなんです。これですね。普通のテープでしょ。そうですね。普通のテープですね。江戸生まれの女性の声ってことですよね。なるほど。これは岩山徳さんって言います。岩山徳さん。岩山家に嫁がれたんですね。で、お姉さんがいらっしゃるんです。お姉さんが岩山糸さん。糸さん。義理のお姉さんが。で、その岩山糸さんの旦那が最後高森。出た。これです。だから西郷隆盛の義理の妹の音声が入ってるっていうことです。なるほど。すごい。そしてこの後、西郷さんについて語る徳さんの音声を再生。優しい人じゃったち話はな。優しい人やったちこでした。Zちゃんと翔平さん。今回はゴリケンさんが聞かせたいテープを再生。西郷隆盛について語る音声が入った貴重なテープが登場。テープの声の主、岩山徳さんは1856年生まれ、97歳で他界。徳さんは西郷さんの妻糸さんの兄弟と結婚。西郷さんと同時代を生きた義理の妹になるんだよ。すごい。これどういうシチュエーションで撮られたもんなんですかね。誰と喋ってるもんなんですか。これはその当時の鹿児島市長と話してます。昭和何年ぐらいですか。昭和27年ですね。私の筑紫女学園の大学の同僚の先生がこの徳さんのお孫さんだったんです。で鹿児島市役所に行ってテープを発見されたんです。これの原本は紙テープです。オープンリールのさっきの梶さんが使っていたようなオープンリールで録音。中村先生曰く、録音された女性の声で日本最古のものだとか。かなり方言が強いため音声を解読してほしいと頼まれ、資料用にテープにダビングしたんだって。はい、とりあえずちょっと聞き取れるかっていうのを含めてね、ちょっとその時を超えて、はい、かなり強めの方言だけどとりあえず聞いてみて。せーの。おばさん、はい、あんな、はい、おんさん岩宿におじゃったときはもうお姉さん最後聞いたおじゃったとな。最後最後系が、はい、いたおじゃったとな。いたおじゃったと。子供が二人で聞いて、私はおさひこを産むとき一番三番目をした。ゆぞさんがな、ゆぞさんがそれじゃあ、ゆぞさんがな、ああそうな、おさきここん長男と一緒。わかりました。わかったな、ゆぞさん。3番目。これはですね、徳さんが岩山家に嫁いだ時に、もう糸さんは結婚されてましたかと。いわゆる糸って言ってましたね。糸さんは西郷さんのもうところに嫁いでありましたかって言った。西郷隆盛の、3番目雄三さんと、その徳さんの一番長男のおさひこと同級生だったって言ってます。あ、そこの雄三さんだけ聞こえたんだ私。そして西郷さんの素顔についても明かされていくよ。優しい人じゃったち話しますな。優しい方にうれしかった。もう何でもな。お料理ができます。これはよくできましたし、おいしいご飯がせいでご挨拶していました。だがお作りやったとでんから。それで姉じょんな、帰っちゃな面部がねごちゃおわちせな言われ。褒めちゃがって。優しい人やったと。西郷どんはね。料理できた。料理を。食べた時に美味しいって言いよった。そういうことで、誰が作ったものに対しても美味しいって言って召し上がってたと。だからお姉さんが作ったもの、いわゆる糸さんが作ったものに対しても美味しいなって言ってたから、お姉さんはそんなこと言わないでって言ってたって。で、物を食べる時には褒めちゃがっと、だから褒めて召し上がってたって。だからこれ江戸時代の人ですよ。江戸時代、特にもう鹿児島は男尊女卑強いでしょう。おいしくないというか話さないですよ普通ね。だからもう今の人ですよ。はあ、もうだけちゃんと優しい女性に対してね。なんかすごい強い人だと思ってました。全然家では本当に優しい方ですよ。へえ。さらに続きを聞くと、西郷さんな、たもいもんでその好きなもの何でも言う召し上がかたくしてた。温泉にあげようと申ししてがな、何でも何できたもんな。食べ物では何が好きですかって言ったら何でも食べてた。何でも召し上がってで、温泉に一緒に行きましたよっていう温泉の場面になるんです。西郷さんの子供の面倒を見てるから西郷隆盛とは一緒に行動してますよ。横で見てますよ西郷さんの姿を。これもうちょっと面白い人が出てくるんじゃないかなと思いますけど。これなんかこの方パターンでお金取れそうな。この辺回ったらね。そのお連れましたとか、相撲取りのあがいのな直代にしてくれたが、ハゲ頭のじいさんがめっちゃ面白い人で、その人と同居じゃも連れをさせた。ちょっと待ってください。ハゲ頭のじいさんがっています。そう。常にいつも一緒にいた人がいたということです。これが相撲取り上がりの直四というハゲ頭のじいさんがいつも横にいたって。だからある面でのボディーガードだと思いますけど。でもこの直四さんっていうのはドラマとかなんかに全然出てこないでしょ。いつもそのナオヨンっていう相撲、昔相撲を取ってたハゲ頭のじいさんがいつも横にいたって。なかなか出たことないですね。出たことないでしょ。でもこの方徳さんが言ってるから間違いないですよ。かなり貴重な。かなり貴重ですよ。だから知っとけば多分大河とかもそういうのやってて、大河とか僕は見ながら間違ったなと思って見てます。これまで描かれてこなかったナオヨンという人物の存在、かなりの新事実だよね。それと傑作なのは、なんか西郷さんっていうのは人が来た時によう来たなっていうのがなんか映画ドラマでしょ。違いますよ。留守じゃちえって言ってた。イルス使ってる。やっぱりいろんな話を聞きにおいでったくいぐらい。外いつでもだ留守だちえちそこの主人におらんちえ隠れおじゃった。先の方では家では味噌醤油を作るのが上手だったとか。で、人が来ない時にはわらじを編んでたとか。だから男子厨房に入ったらダメなんですよ。でも入って味噌醤油の作る。そうですよ。マジで普通の今時の人なんですね。だからもう今の人です。幕末を駆け抜けた西郷隆盛、実は現代的感覚を身につけた男性だったんだね。謎めいた私生活と性格がこのテープで明らかに。すごい。切れたらどうしようか。これ1個しかないですか。1個しかない。絶対なんかどういうことですか。これなんかした方がいいですよ。ない。絶対なんかデータ化するべきですよ。そうですね。今回ね。72年前の音声を録音したカセットテープ、大事にしてくださいね。あなたのカセットテープ聞かせてくださいということで、随時募集しておりますので、はい、家に眠ってるテープなどありましたらこちらまでお願いします。なんか先生でもそういうテープ隠し持ってそうですね。いろいろ。確かにあるかもしれない。もしあったらちょっと。でも傑作だったんですよ。私は、ね、学生たち、いろんな人に、岩山徳さん、西郷隆盛の妹さんのテープを持ってるって言ったんですよ。どっかでこう伝言でいるでしょ。先生、ナポレオンの妹のテープ持ってるでしょって言って。